皆さんこんにちは動画をごご覧いいいただいてありがとうございますえ皆さんはですねソウルにおいてま日本の居酒屋まあ日本の居酒屋と、まあ、言いますかねまあ、日本の確かにポスターも貼ってあってですね旭日記もあってこの朝日新聞の旭日記ですねこれを飾ってあって、まあ、入り口がまるであの日本のねそうした居酒屋かなというような感じなんですが これが実はの今韓国で随分とにぎわってね大繁盛しているということなんですね。まあ、ただあの文藝春秋にこれをねレポートした記事が出てるんですが、まあ、極日記居酒屋と、えー、いうふうに書いてありますけれどもこの極日記はあの朝日新聞の,あの写記が極日記ですよね。 えー、その旭日記とこの、まあ、朝日新聞のロゴが入った看板ですねこれ放浪の看板でしょうか、えー、この、えー、トタンのようなね、えー、もので,できた古いものですねこれ日本であのやってきて日本円で入手したそうですが、えー、ここの経営者の方はもうこれ韓国人の方です、えー、なかなか面白いのでこれを手に入れたということなんですね で連日まあオイルとかね若いサラリーマンとかこういった人たちでも大繁盛しているということなんですがここにはね今日本と韓国の間で抱えているような問題全くなくてまあワイ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 と賑わっているということなんですね、えー、全くこれ日本じゃないかというような感じがするようなところらしいんですよ、えー、ただ紛れもなくこれはもうソウルの中心地にあって お客さんはみんなもうほとんどこれ韓国人ということなんですね。ただあの朝日新聞は韓国ではまあ自分たちのね見方のように思われている新聞ですのでねこのロゴについても極実記を問題にしている人たちもこの朝日新聞のこのロゴについては何も言ったことがないわけですね。実はの 韓国でも旭で日、ね、機を問題にしている人たちってのはごくあの人たちなんですねそれが、ね、どうしても大きくこういった反対の声というのは報道されてしまいますのであとかもこれ国中が、ね、そういう感じじゃないかというふうに誤解される向きもあるんですが実際には、ね、韓国内容でもこの旭日記非常に先鋭的で素晴らしいデザインだという人もいるわけなんですね。 ただそういった声はかなり書き消されてしまううとということなんですね、まあ、反対の声はね一部であってもこれ声が大きく取り上げられますのであたかも全体がそうであるかのようにどうしてもこれあの印象がねあの強く残ってしまうわけなんですがまたあの人間というのは何か自分に、ね、とってあの、まあ、不快なことがあったとどうも不快に思うようなものがあったと。 いうことととを目にに留めますとえそれが随分とあの意識の中にあの残るわけなんですねですからあのテレビなんか見てましてもねあのいいシーンから順で納得できないシーンっていろいろあったり、まあ、あるいは自分の、ね、生活の中でもいいことあれば嫌なことありますねでただあの嫌なことばっか覚えてるとそればっかりがあったかも連続してるような気がするんですが、まあ、実際にあのよく考えてみればごく一部であったと。 いうことが、まあ、これ心理学的な側面からもかなり研究されての解明されているわけなんですね。えー、これ例えばあの不眠症だ不眠症だと言っている人もですね、えー、朝まで眠れなかったという人もよく調べていますとあの目が覚めているときだけ覚えているものですからそれが連続しているようにあの錯覚をしてですね、えー、まるで眠っていなかったというふうにあの思ってしまうわけなんですが、まあ、実際にはほとんどの時間は眠っていたと。 いうことと、まあ、相通ずるものがあるかと思います、まあ、この旭日記についてはですね、あの韓国の精神獣女子大学教授の,あのジョーさんという方がですね、えー、この旭日記を、まあ、とにかく世界中の旭日記に対して、まあ、いろんな、まあ、抗議メールを送っているということなんですね。で、これがだん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 あの、異、まあ、をね、同じくする人たちの間で、これ、拡大していったということなんですが、 こうした、ね、現在のソウルでこれだけ流行っているような曲実記居酒屋というふうにこれねあの文藝春秋で報道されていたわけなんですがこの曲実記をそうまともにも入り口に出てますけどもこういったものを見てみますとですねやはり上教授のような方っていうのはまあかなりまあ得意な方ではないかと。 いうなな印象を持つわけなんですねですからこういう否定的な側面ばっかりを捉えてあたかも全体がねそんな人たちばっかりじゃないかというふうにやはりあの錯覚する人も多いんですけれども実際にはあの、まあ、韓国内部でもですねあの必ずしもそういったことは一枚岩ではないということですね。 それ,からあのそれからもう一つですね大切なことをお伝えさせていただこうと思うんですが、実はの最近、韓国内部でもですね戦前、戦後、まあ、戦中ですね、こうしたところの,の日本と韓国について、日本がなければ、まあ、今の韓国はもう存在しなかったんだと、今の韓国の経済的発展があるのもすべて日本のおかげだと。 こうした今、状況で私たちがね、あの経済発展して暮らしていられるのを日本のおかげだと、えー、私たちは日本に感謝こそするね、えー、何も敵対するようなことはまあ何一つないんだとこのことをもう一度、えー、私たちに見直そうじゃないかというふうに、ね、大声を上げている人が今、出てきているんですよ。 でこれはですね、あのまあ、だいぶ前の私、動画の中で、まあ、韓国語はやはりの内部から変えていかないことには、なかなかあの将来的にも変わらないということを伝えさせていただいたんですが、まああのえー、内部からね、まあ、あのずいぶん昔にもそういったことはあの行われたわけなんですけども、今と、ね、昔の状況も全く違うんですね。 あの李教授もですね、えー、元ソウル大学の教授なんですが、えー、こういった人たちが出てきているわけですね、えー、歴史の真実を本当に韓国内部で訴えているということで、まあ、先日もね韓国内の,あのインタビューいろいろ出てましたけどもねテレビで、えー、若い女性なんかもここに書かれていること、まあ、反日種族主義ですね。 力王子の書かれたこの本ここに書かれていることは私たちが学校で習ってきた歴史とはもう随分と内容が違うと、まあ、これからあのしっかり読んで学びたいということを言っておりました確かにねこういう形でやはりあの変わりつつあるんですねで変わらなければあの日本にとってもえ大変ね将来的にも大きなあのこれ禍根を残す形にもなってくるんですね今現在ではそういう形で相当ですね あの韓国内部でも変わりつつあるんだということはねあの、覚えておいた方がよろしいんじゃないかと思います。これ、一度でもですねあの、ま、韓国へ行ってみますと、ま、私に行ったのもずいぶん前なんですけども、あのやはりね、その雰,雰囲気の違いといったものはあの感じられるとあの、全く言葉が分からなくてもね。 えー、ただ悪いものを見れば悪いものだけを見てしまうけれどもよく、ね、ずっとの精査していけば、えー、そういうことばかりではないんだということが分かってくるというようなことも言う人も多いですので、まあ、一概に、ね、あの一律で、えー、これは悪いんだとか、ね、反対だとか、まあ、そういう極端な意見というものはやはりあの、まあ、将来に対して、ね、大きな阻害にはなっても。 何かをよくしようとする、好転しようとする、させようとする、そういうものではないということは言えるんではないかと思います <music> まあさらに、こういうね韓国内でこういうことを訴える人たちが出てきたというのは、やはりね地道に内部からなんとかこれを変えていこうと。 いいいうう人たたたちがあのいててそういったことをしてきたからなんですね、えー、私たちはこういったところにやはり目を向けまして、やはり将来的に、えー、どうしたら、ね、あの日本にとってもの最善の道が開かれるのかということをやはりあの模索していく、考えていく、まあ、皆さんが、ね、そういう形であの考えていけば、そうした考え自体が大きな力になるんではないかというふうにも思います。 皆さんはどのように思いましたかご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。チャンネル登録してね。